はい、佐藤あやみです。私ですね、最近スマホケースを変えたんですよ。じゃーん、これめっちゃおしゃれじゃないですか。ほら、インスタ映えしそうなね、このデザイン、実は私が作ったんです。今回はこの超かわいい自分オリジナルスマホケースを簡単に作れるアプリをご紹介したいと思います。では早速スタート。はい、今回クリケというアプリでこのケースを作ったんですけども、こちらなんと無料でケースが作れちゃうアプリなんです。スマホケースって結構おしゃれなものとかだと高かったりするじゃないですか。でもこれで作ればかかるのは送料だけだから、めっちゃお得に自分好みのケースが作れます。安すぎん？最初無料って聞いた時びっくりしたもん。私はこのハードケースとソフトケースが合体した着せ替えケースというものを作ってみました。着せ替えケースなので、その日の気分でファッション感覚でこうやってここを外してこれをまたつけてみたいな感じで着せ替えができるんですよ。これめっちゃ良くないですか。これ以外にもシンプルなハードケースやソフトケース、あと今流行りのグリッターがこうキラキラーって流れる動くみたいな可愛いものや手帳型まで自分の好みに合わせて選べるんです。まずアプリを開いて、でアプリの手順に従ってカラーとか iPhone の種類を選んだりして、そしたらテンプレートみたいな素材がこんなにたくさん。ちなみに自分のフォルダに入っている写真を使ったり、自分の好きなように一から色やデザインを選んだりすることもできます。これさ、友達とかカップルでお揃いとかいいよね。なんか世界に一つだけって素敵やない？誰かお揃いで作ってくれんかいな。私猫を飼っているので猫の名前を入れたんですけど、名前だけじゃなくて写真を使ったりとかもできるし、あと私車好きだから愛車とかでも作れる。ちなみにこちらのクリケではオリジナルトートバッグや T シャツも作れちゃうんですよ。いや、ほんとこうやってオリジナルが簡単に作れるって楽しいですね。プレゼントとか記念にもいいと思うし、友達と一緒に作るのもありかなと思います。はい、というわけで今回はオリジナルのスマホケースが作れるクリケというアプリをご紹介しました。いかがだったでしょうか。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか作ってみたいって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。